皆さんこんにちは、ひでまるです。やってきましたよ、この時期が花粉です。花粉、鼻がねムズムズしたり目が痒かったり、もう花粉症の方にとってこの時期は本当に辛い時期じゃないですか。僕もね、花粉症の一人で毎年毎年花粉に悩まされていました。今日もねちょっと鼻声なんですけど、まあただ今年は違います。例年に比べてかなり花粉症の症状が軽減しました。その理由はというと、タイトルにもある通り東大の微生物博士が書かれた著書で、花粉症は1日で治るという本の内容をねそのまま実行して行動に移したら、かなりね本当に今年は楽です。もういつもだったらもう鼻水本当止まらないんですけど、目もかゆいし、それがかなり楽になりました。僕病院の薬とかあまり使いたくないんで、常にねこう自然な状態でやっぱり治したいっていうのがあったので、かなりこれはね花粉症の人にとって画期的な動画になるんじゃないでしょうか。じゃあ早速どういうものが必要なのか外に出てね紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ではいきましょう。成長剤です。はい、まず最初に買ってきたのが成長剤です。今日宮里さん、これは酪酸菌という腸内細菌が入っている成長剤です。この酪酸菌っていうのは今最も注目されている細菌で、まあ健康長寿にすごく関わる腸内細菌です。ただね、日本人ってこう抗生物質などを使っているせいで酪酸菌がいなくなっている方が多いらしいんですよ。だから花粉症になったり免疫が落ちたりしているみたいです。まあ、ただこのサプリメントだけでは花粉症は良くならないので、次にまた買うものを紹介していきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、とりあえずスーパーに来ました。ここで購入していくのはフラクトオリゴ糖を含む食材を購入していきたいと思います。なぜこのフラクトオリゴ糖を含む食材を買うのかは後で紹介していきます。まずね、よくすぐ買える食品としてフラクトオリゴ糖を多く含むごぼうです。ごぼうをゲットします。玉ねぎもそうですね、ゲットしましょう。こちらもフラクトオリゴ糖を含みます。こんなにね野菜あるのに意外にねフラクトオリゴ糖を含む食材って決まってるんですよね。アスパラもフラクトオリゴ糖を含みます。これもいいです、おすすめです。みんな大好きバナナ、これもフラクトオリゴ糖を含んでいます。食べてください皆さん。はい、買ってきました。買い物時にも説明しましたけど、今一度おさらいとして説明したいと思います。購入したのがね、宮里さんという成長剤で酪酸菌が含まれています。この酪酸菌が出す酪酸という成分が腸内環境を整えてアレルギーを抑えてくれます。そしてね、酪酸菌を取るだけじゃない、酪酸菌って増えていかないんで、その酪酸菌の餌となるのが、まあ、僕がよく食べてるのがごぼう、そして玉ねぎですね、うん、あとバナナにもこれら3つ、あのフラクトオリゴ糖というね、あのオリゴ糖の一種なんですけど、その成分が含まれていて、それが酪酸菌の餌となって酪酸菌が増えて体にいい影響をもたらすということです。今日
今日実際に僕がまああんまり料理できないんですけど、簡単にどういうものを作って食べているか少しね動画にしていきたいと思うので、早速今から作っていきます。はい、切っていきます。包丁さばきもね、うまくないけど、とりあえず切るか。金のあごだし、小松菜もドボン、はい、できました。もうシンプルですね。ごぼうの味噌汁、そして低温調理した鶏胸肉に玉ねぎのサラダとほうれん草のサラダを添えました。もうこれだけです。簡単でしょ。全然手の込んだことはしてないけど、普通にね、やっぱシンプルな食べ物が一番美味しいです。うん、うまい。はい、それではまとめていきましょう。酪酸菌を増やすことで、酪酸菌から出る酪酸で腸内環境を整えることができます。腸内環境を整えることで炎症を抑え、花粉症のアレルギー反応も収まっていきます。ただね、酪酸菌って今の現代人かなりね、体の中から少なくなっているみたいなんですよ。まあその理由がね、抗生物質、我々ね、人間は抗生物質によってかなり助けられてはいるんですが、この抗生物質ね、いい菌も殺してしまうみたいなんで、まあその酪酸菌もそれでかなり現代人は少なくなっているみたいです。なのでね、それをサプリメントで取り入れてあげる、体の中に。そしてフラクトオリゴと、さっき紹介した食品ですね、をしっかり取り入れて、酪酸菌の餌をいっぱい取り入れて、どん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 酪酸菌を増やして、そして腸内環境を整えて花粉症を治していくということです。まあ、実際僕もこれを試してかなりね、もう花粉症が良くなって本当に嬉しい限りです。この動画を見ている方で花粉症に悩んでいる方いましたら、ぜひ試してほしいと思うのでね、もし試してみて良くなったらコメントください。はい、今日の動画はこれで以上になります。この動画がためになった方は、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。